はい、流れておりますリリーズの好きよキャプテン、はい、はい、これは神風タクシーさんのリクエストでございます。錦織くん、テニス、はい、やりました。これね、全米オープンテニスでベスト8進出、日本人選手としてなんと92年ぶりの快挙、すごいいうことで、このもうほとんどの方が覚えてないですよ、92年前のことは。まあ、私たちは初めて言うぐらいのことだわね、はい、今92歳にしてもバブバブと言った頃ですからたとえ生きてその頃にね生を受けたとしてもですね、はい、何も分からへんですよ、ね、そのことはね、うん、100歳の人でも8歳の頃の話や、うん、ね、あんまり覚えてないです8歳の頃はということですから、まあ、日本人ほとんどの人がですね、はい、記憶としては覚えてないという、はい、そのくらいのぶりの快挙ね。えこれ惜しいな、23年遅かったらなって、なんでここにもなんで23年出てかね、はい、はい、まあ、とにかくですねベスト8でも国民栄誉賞ですよね、ねえ、はい、卓球の愛ちゃんとチューしてる写真見たときはこんなナンパのやつは、ね、あかんなと思ってましたけどやるときはやるねというです。やるときはやる、なんテニスでも何でもやるときはやるということですね、はい、Y 亀吉さんからもいただいておりますけれども、まあ、92年前清水善蔵さんがベスト8入りをしているということですね。清水善蔵さんという方が最初に、はい、1881年にアマチュア大会として第1回が行われ、1968年に、プロ選手の解放を示すオープン化措置が取られた。そこから全米オープンとなったという歴史があり、当時清水善蔵さんの写真が中日スポーツに載ってましたが、その容姿は紳士のスポーツというそんな感じでしたですよということですね、うん、スッとこう立って背筋が伸びてね、伸びてね、立ってるラケット持ってみたいな、ね、だからあれでしょ、あの今の天皇陛下とね美智子様がやっぱり軽井沢でっていうのがテニスコートの出会いって言いますよね、うん、それやっぱりそういうテニスというスポーツによってはいろんなイメージがあるのはしょうがないですけども、はい、テニスというのはやっぱりそういうなんかイメージがありますよ、ちょっとこうセレブとか、はい、あの上品とか、そう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 、うん、そういう感じの ねありますよね。右の上にも3年さんからもいただいておりますがね、少しだけテニスをかじったことがあるんですが、シングルスのプレーができる人を尊敬します。ものすごい運動量ですよ。ものすごい運動量は普通の試合の長さでもそうですが、今回は長時間にわたってそれをやんなきゃやっていたと、4時間19分終わったのが午前2時26分って夜中ですよね、はい、これね、うん、はい、最も全米史上最も遅い終了時間だそうです、はい、アメリカの交通事情は知りませんが、市バスやら地下鉄は動いてるんでしょうかこの時間帯には、あ、観客が帰ろう思ってもね、はい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 、どういうふうにもうみんな終わってもあの帰らずに朝あの始発まで待つわと言ってよくなんか喫茶店にいるような人もいますが、ここも始発まで待つという人もいたのかも。でもあの終電時間に間に合うようにみんなほとんど帰っちゃってたんで、終わった頃はもう観客はほとんどちょこっとしかいなかったらしいですけどね、うん、そうです、寂しいですね、こんな退去を普通会議やったらなるうわーですけども、あれ勝ったけどおらへんで誰も言う、はい、でもそんなまばらな中日本人のファンが多かったらしいですよ、はあ、日本人はもうだってね、うん、近所の人は帰ってくけども日本人はもう帰るとこあらへんから、はい、まあ、ホテルかなんかあるでしょうけど、はい、クリオネブルドッグさんからもいただいております。あの錦織くんはね、我が地元島根県出身ですから余計に嬉しさが込み上げますよということですね、うん、はい、あ、今この方は豊橋に住んでおられますが、島根の出身となったらやっぱり嬉しいですよね、うん、はい、おっぱい枕さんからもいただいております。松岡さんのやかましくて暑苦しいほどの褒め言葉を聞きたいです。松岡修造さん、はい、俺が育てた言うてた時もありましたからね、はい、はい、ピンピンダラリンさんからもやっぱりね、天皇皇后両陛下なれ初めというね、そういうようなこともテニスというのはエピソードあるわけですから、はい、1922年以来ということでね、日本人はそのあたりからもテニスというものをね、はい、親しんでいて、特にそういうちょっとセレブっぽい人たちなんかも、うん、あのそういうやってるなというね、イメージもありますが、ですもんね、うん、1922年といえば私の生まれる年より25年以上も前のことでございますという、本当に久しぶりな日本中がやったぞという瞬間でありました、はい、うん。